curation program which introduces the music now and from now on. 78 Music Crate. Music Crate. On Bay FM. 78.折り紙プロダクション津島よしあきです。始まりました78ミュージックレート。先日の放送でもお伝えしましたが、僕はですね今マレーシアに来ております。近隣の国も含めたくさんの音楽関係者に会ったり、まあ、この経済発展著しい、アジアの雰囲気をですね、まあ、肌で感じたいなということで1ヶ月ほど、滞在するわけですが、実はですね、来週、本当にこう会うのが楽しみな人物がいまして、今日はですねその方の特集をしようと思います。この番組を聞いている皆さんの中にも、まあ、すでにご存知の方もいるかもしれませんが、ミュージシャン、ソングライターであり俳優、そして映画監督でもある、ピート・テオの、特集をしてみたいと思います。実は前回ですね、僕がこの番組で一曲このピートさんの、曲をかけたので覚えてる方もいるかもしれませんが、本当にすごいキャリアの持ち主で才能にあふれる、まあ、表現者の一人ですね、まずはですね聞いていただいてピート・テオという人物をですね掘り下げてみようと思います。ということで今日はマレーシアのミュージシャン、シンガーソングライターでもあり俳優、そして映画監督でもあるピート・テオを特集しております。先ほどお話しした通り、来週ですねこのピートさんに会いに行くんですが、僕がまあ知り合ったきっかけはですね、実は、SNS でマレーシアに行くよという投稿をしたらですね、まあ、古くからの友人で今は、タイムアウト東京の副社長をやっている東屋さんという方がいるんですが、まあ、彼女から絶対このピートさんに会うべきだと連絡をいただいて、すぐにつないでもらってコンタクトを取ってという感じなんですね。もうその後ね、そのピートさんもすごいメールが早いし、あの親切で、まあ、こう会う前からねその人柄の良さが、まあ、そこににじみ出てるような方なんですが、まあ、実は本当にすごい人なんですね。まあ、ここでざっと、経歴を紹介しますと、香港でインディーデュオミッドセンチュリーの、メンバーとして2枚のアルバムをリリース、その後自身のレーベルレッドバックミュージックから2枚のソロアルバムを、リリースしたと、ファーストアルバムは2004年、マレーシアンミュージックインダストリーアワードでベストミュージックビデオ及びベストアルバムカバー部門を受賞。その後セカンドアルバムテレビジョンは韓国でリリースされた最初のマレーシア人のレコードとなったと。また2007年にはアメリカでサウスバイサウスウェストに出演した。これもですねまた初めてのマレーシア人と、いうことなんですね。そして2008年4月、人種差別反対の曲 Here in my home を複数のアーティストでレコーディングした作品を独自にリリース。マレーシアンアーティスト4ユニティと題されたこのプロジェクトは50人を超えるマレーシアのアーティスト、メディア、パーソナリティ、芸術家が参加したということなんですね。そして、2009年映画 15 マレーシアを監督として制作。これはマレーシアの社会問題や政治をテーマにした15の短編映画で、ウェブサイトは1500万人のアクセスを記録。パリ、ロッテルダム、プサン国際映画祭など世界中でも上映されています。2011年にはアメリカ CNN で注目すべきアジア人135人の中に、リストされました。そして2013年マレーシア建国50周年を記念してミュージックビデオハリ・マレーシアをリリース。そして2017年ドリームワークスパラマウントのハリウッド映画ゴースト・イン・ザ・シェル、これはあの日本の広角機動隊のハリウッド映画ですね。その映画でトニーという役を演じ、スカーレット・ヨハンソンやビート・たけしと共演するという感じでですね。で、まあ、この経歴の通りですね、もともとミュージシャンとしてマレーシアだけでなく中国、韓国などなどアジア全域で活躍していったんですが、ある時ですね、マレーシアの街で、若い女性に声をかけられて、私はあなたの大ファンなんですが、まあ、これから映画監督として私はやっていこうと思っているというふうに言われたらしいんですね。
で、あなたはまあ音楽家ですが、絶対に役者もやるべきだと、言われてですね、まあ、最初はまあやったこともないし、そんなにこう乗り気じゃなかったんですが、予算も知名度もまあ何にもない本当に若い、女性だったんですが、その熱量ですよね、映画を作りたいっていう、それにですね押されて、じゃ あのビール2杯おごってくれたら出るよって言って、引き受けたのがきっかけらしいんですね。でその短編映画がマレーシア中で話題となり、その後ピートさんはその役者としてまあすごく活躍し始め、その後監督としても、活躍して世界中の映画祭で評価されるようなキャリアを積んでいくという流れなんですね。まあこの人のね音楽さっきも聞いてもらったと思うんですが、本当にこう映像が浮かんでくるような曲が多いんですが、まあ、その理由はやっぱりこう映画のクリエイターであり役者でもあるってことが大きいんじゃないかなと思いますね。折り紙プロダクション、津島義明がお送りしているセブン&ミュージックレート、今日はマレーシアのシンガーソングライターピート・テオ特集をお送りしていますが、来週ですね、まあ、ついに本人に、会ってきます。個人的にすごく楽しみなのが、このピートさんがですね、マレーシアの本当に山の中、ジャングルのようなところで、まあ、農場とレストランを経営しているんですね。まあ、かつそこに住んでいるという感じなんですが、ネットで、リトルファームオンザヒルと、丘の上にある小さな農場ですね、リトルファームオンザヒルって検索してもらうと、映像が出てくると思うんですが、もう本当に本当にもうね、なんかパラダイスみたいな場所で、まあここに行くのがとにかく楽しみなんですね。まあこのピートさんの音楽、オーガニックなこう音楽性、歌、この風景がね、やっぱりあるからこそ出てくるんだろうなということで、まあその空気をちょっと味わうのが今から、本当に楽しみですね。ということでですね、来週は、きっとこの、ピート・テオさんの、インタビューもお送りできるかなと思うので、楽しみにしていてください。ということで、折り紙プロダクション津島義明でした。Good evening, everyone. Welcome to 78 Music Curate here on Bay FM. 皆さんこんばんは。ここから僕マイケル金子が担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、もう10月になりましたね。もう1年あっという間、あと2ヶ月しかないですね。いやー、もう夏が終わってなんか一段落したのかな。まあそのリリースが6月の29日 The Neighborhood のリリースがあって、それからもう3ヶ月ぐらい、まあ、リリースの前からもうプロモーションとかで忙しかったんですが、まあ、3、4ヶ月ぐらい、めちゃくちゃ、まあ、ライブなど、いろいろあり忙しかったんですが、やっとその、まあね、先日のダブダブのワンマンを終えて少しは落ち着いたかなと思います。いやー、でもね、本当に夏、今年の夏は久しぶりに2年間コロナでなかなかそのフル活動できなかったんですけど、今年の夏はなんか普通の通常に戻ったかなとすごい僕は感じました。いろいろライブもたくさんできて、もちろん、まあ、たくさんハイライトはあるんですけど、フジロックなど、でもね、もう本当に毎日音楽できて、いろいろ地方を回れて、僕の音楽を聴いてくれる方がたくさんいて本当に、感謝しています。皆さんありがとうございます。まあライブはこれからもねたくさんあるんですけど、11月26日には、僕の地元の、湘南の方、逗子にあるサーファーズっていう海の目の前の箱で、ワンマンライブまたやるんですが、他にはまだ、地方などで回る予定ですけど、渋谷のライブそのワンマンを終えてちょっとなんか次のステージに入ったのかなと僕は思います。次のアルバムの制作もこれからも初めて新しい曲をどんどん書いていきたいと思います。次のねアルバム、The Neighborhood でいろいろ学んだことがたくさんあるので、もう早く制作に入りたいですね。次のアルバムの頑張ります。皆さんもよろしく。では選曲コーナーに入りますか。今回、選曲のコーナーですが、まあもう秋に入ったということで、
僕の中では秋といえばアコースティックギターのイメージが、とても強いです。だから、今日はアコースティックアトムということで、秋の季節に合う、アコースティックの、曲を紹介していきたいと思います。では1曲目です。この方はもう僕が大学生ぐらいの時にすごい好きで、最近はそこまで活動してないんですけど、彼のファーストアルバムが、僕もう本当にめちゃくちゃ聴いてて、もうすごく影響されてるアーティストです。ベン・ハワードっていうイギリスのシンガーソングライターなんですけど、まあそのアコギの使い方がとても上手くて、ちょっとアコギのチューニングが独特なんですよね。彼独自のチューニング使ってて、それによって彼の弾き方も全然普通のアコギの弾き方とは違うので、その辺など、注目などして聞いてくれればなと思います。あとはね、そのアコギの響きももちろんすごいんですけど、声ですね。声とハモリ、特にこのイントロのアコギと、声のハモリの相性がとてもいいです。その辺を聞きながら、ぜひ聞いてください。 This is Ben Howard with Old Pine. That was Ben Howard with Old Pine. このアルバムは、2010年ぐらいにリリースされたんですけど、まあ、イギリスで結構ガーってブレイクして、アメリカでブレイクするのはまだちょっと遅かったんですよね。2013年ぐらいで、でも僕ちょうど2012年にアメリカに留学してて、でライブ見に行きました。しかも当時はまだもう本当に小さいライブハウス、もう200人キャパぐらいのとこでやってたんですけど、ライブは素晴らしかったのを覚えてるんですが、一番印象的だったのが、全然出てこなかったんですよね。なんか40分ぐらい押して出てきて、1時間も40分1時間ぐらいだったのかな。でも、あ、アメリカのライブではこういうの普通なんだって思ったのが、かなり印象的でした。それもね、なんで遅れたかも何も理由なく、普通に1時間ぐらい遅れてステージを立ったんですが、まあでも、ライブは最高だったので、結果オーライということにしましょう。まあでもね、その後彼は結構アメリカでもブレイクして、もう本当にアリーナとかでやり始めたから、その小さい200人キャパぐらいのライブハウス見れて、すごいラッキーでしたね。はい、That was Ben Howard with Old Pine. では次の曲を紹介します。次はもう秋といえばこの方かなと僕はいつも思うんですが、ボニーヴェアです、皆さんご存知でしょうか。ボニーヴェアはアメリカの、シンガーソングライターなんですけど、彼のファーストアルバムがめちゃくちゃこの秋の季節に合うんですよね。僕もレコードを持ってるんですけど、このアルバムの For Emma Forever Go っていうアルバムなんですが、このアルバムはアメリカではかなり伝説的なアルバムと評価されています。ボニーヴェールは、ジャスティン・ヴァーノンという、方の、プロジェクトなんですけど、もともと彼はバンドに所属していて、まあ、でもなかなかそのバンドの活動がうまくいかず解散しちゃって、で同じ年にちょっとなんか病気かなんかになっちゃったのかな確か。でさらに当時付き合ってた彼女に振られて、もう本当にどん底に落ちた時に、彼はその全て全部捨てて山奥の、キャビン、日本語では小屋っていうんですかね、に、もう本当に逃げるように、そこに閉じこもって1ヶ月誰とも話さずにずっと、作曲やレコーディングして、そっから、生み出されたのがこのボン・イヴェールっていうプロジェクト、このボン・イヴェールのファーストアルバムなんです。だからそういうかなり伝説的な話があって、僕はめっちゃそれになんかロマンを感じて、当時2009年とか10年でしたかね、彼の音楽を大好きになりました。ファーストアルバムはかなりアコースティックな感じなんですけど、最近はもうちょっとね壮大なサウンドだったり打ち込み要素とかいろいろ入ってるんですけど、僕は個人的にはこのファーストが、すごく、まあそのさっき少し話したストーリーなど聞いて、でそのストーリーを知った上でこのアルバムを通して聞いたら、なんかすごい面白い景色が浮かんでくるんですよね。
だからもうこのアルバムと出会ってもう10年ぐらい経ってるんですけど、今でも久しぶりに聴いたらその景色がすごい浮かんできます。だから彼がもうそのどん底に落ちてなかったら、このボン・イヴェールっていうプロジェクトは存在してないって考えたらすごいなって思います。ではこのアルバムとてもいいので、せっかくなので、2曲続いてかけたいと思います。聴いてください。1曲目は Skinny Love、 2曲目は For Emma。 That was Bon Iver with Skinny Love and For Emma。 皆さんいかがでしたか？なんかこの秋の風などにすごい彼のアコギってぴったりだなっていつも思います。Skinny Love とかはね、もういろんな人がカバーしてるんですけど、まあ、僕も一応、カバーしています。ステロ、ファーストアルバム、ステロの限定版に出した、アコースティックカバーアルバムに、僕の、Skinny Love のカバーが収録されてるので、もしよかったら、チェックしてみてください。では、本日の最後の曲です。最後は、まあこれも結構昔僕が、中学生ぐらいの時にリリースされた曲なんですかね。アイルランドのシンガーソングライター、デイミアン・ライスっていう方の、Cannonball という曲です。この曲はもちろんアコギと声は素晴らしいんですけど、そのアコギがよく聞いたら3つぐらいあるのかな？その、普通にコードをアルペジオで弾いてるのと、ちょっと上物っぽい動きをしてるのと、あともう一つなんか動きがある気がするんですよね、アコギの。だからその注目してほしいのが、そのアコギの、重ね方、その重ねたことによってめちゃくちゃアコギが綺麗です。なんだろう、もう本当に天国っぽいサウンドなのかな、僕、まあ、個人的な意見なんですが、なんかあのアコギをいろんな3つとか4つ重ねたらすごい綺麗な音ができるので、その辺など注目してぜひ聴いてください。では最後の曲です。 Thank you guys for listening to 78 Music Curate here on Bay FM. I hope you guys enjoyed the autumn sounds, autumn acoustic sounds, song selection. I'm gonna leave you guys with one last song. This is Damien Rice with Cannonball. Thank you guys, and I'll see you next time. Peace.